BM-27 ウラガン自走式16連ミ 220mm ロケットランチャー BM-27 ウラガンは1970年代にソビート連邦軍が開発した自走式多連装ロケットランチャーであるグラオインデックスは QP-140 誤って BM-22 と呼ばれている時期もあったなおウラガンはロシア語で暴風疾風を意味する BM-27 は16連装 220mm ロケットランチャーを8輪式のジル -135 大型軍用トラックに搭載している。このトラックは BTR-60 や BTR-70 と同様に2つのガソリンエンジンを装備しそれぞれのエンジンが4つずつの車輪に動力を伝達しており、これが20トンの貨物を搭載しつつ 65km もの 最高速度を生み出す要因である。なお、燃料無補給での最大航続距離は 500km で、ある、ジル -135 を使用した発射としての、形式名は QP140 である。また、この車両は NBC 防護機能が備わっており、4名の乗員は、車外に出ることなく、停車から3分以内に発射準備を整えることが、可能である。また、車体のキャビンには、 ロケット弾の発射炎を防ぐブラストシールドも備わっている。BM-27 が使用する 220mm ロケット弾は一斉発射した場合、16発のロケット弾は20秒で撃ち尽くす。ロケット弾は総重量 280.4kg、弾頭重量90から 100kg、最大射程距離 35km の性能を有し、弾頭は破砕性弾頭。 化学兵器弾頭、PFM-1 対人地雷散布弾頭などが存在し、これらは電気式次元侵化により発火する。特に蒸気の PMF-1 対人地雷散布弾頭は接近する敵不評部隊を足止めするのに効果的であったことからアフガニスタンで対応された。 QT452 弾薬運搬車 BM-27 が順調にロケット弾の製車を行うために必要不可欠なのが QT452 弾薬運搬車である。QT452 は BM-27 と同様にじる -135 トラックを元にした弾薬運搬車であり、搭載している予備のロケット弾を同車に装備されたクレーンを使用してロケット弾の再装填を行い、 20分ほどで再装填を完了できる。QP140 ジル -135 トラックに滑走された標準型の発射機の形式名。QT452 ジル -135 トラックに滑走された標準型の弾薬運搬車の形式名。QK512 裏眼 1M2007 年に提案された改良派生型。 カマーズ -6358 輪トラックにロケット弾発射機を搭載したもので、同じ車両に BM-30 スメーチと同じ 300mm 多連装ロケット砲を搭載することも可能である QA53 ウラガン U2009 年に提案された改良派生型 MZKT-7938 輪トラックに15連装2機の発射機を搭載。 モジュール化された発射機の組み換えにより BM-30 スメーチ及び BM-21 グラートのロケット弾を使用可能バスティオン -03 ウクライナのアベタクロスで2010年に試作された改良派生型66リンク駆動のクラスス 63221RA トラックに発射機を搭載したシステムありがとうございます